しもし、やっほー、元気？やっほー、どうした？あ、ニコラくんやしねえ、ずるいな。ニコモにいきなり電話をかけてみようという企画です。本当にいきなりかけるので、ちょっとみんなが出てくれるかわからないんですけど、それじゃあ電話をかけていきたいと思います。ビデオでかけますね。もし、やっほー。ですね、これね、 YouTube の企画です。今画面録画してます。やっほー。今1時半なんですけど、パジャマなんですね。ちょっとあの着替えて外出を一周したんですよ、はい、で帰ってきてパジャマに着替えました。あ、そうなんだ。おかえり。今ね、ちょっと何をしてるのかなっていう、ニコモが、そういう企画です。何してたの今？今雑誌読んでた。おー、なんかおしゃれだね、生活が。おお、ニコラ、悲しいね。ちょっとなんか、え、そうだから、なんか私のところには届いたのよ。あーみたいな。寂しかった。ちょっと寂しいなって感じ。うん、ニコラの YouTube に上がるの？そうはず。なんか話しておきたいことある？画面の皆様に。あ、ニコラ TV の皆様に、私を、はい、学校行けてる？学校ある？今全然。学校ないんだ。早くなんか収まるといいね。東京開放日もやりたいし。なんか卒業式ね。ねえ、だって開放日でさ、会えると思ってさ、全然みんなとバイバイしてなかったのにさ、急に会えなくなっちゃったから、このまま中止になったらすごく悲しい。ねえ待って、見て、ちょっと待ってじゃないけど、見て、髪の毛自分で。そう。うまい。ありがとう。よかった、顔見れて。すごく元気そうだった。じゃあまたね。バイバイ、ありがとう。こちらこそ。次はナルにかけたいと思います。かけます。久しぶり。やっほー、すぐ出た。いいよ、ビデオで。これね、やっほー、 YouTube の企画で今画面録画してます。何？どういうこと？始めたの？違う、ニコラ TV の企画で。そうだから今これを画面録画してるから、そのね、ヘアバンドとかも全部映ってるよ。寝てた？音楽聴いてた、ゴロゴロしながら。そうなん。どう、休校中何してる？自分の部屋をカラオケにして歌ってる。ああ、いいね。私はね、何してるかな、漫画読んだり宿題したりしてる。で、なんかさ、リナの部屋紹介の時さ、うん、漫画の、うん、料理、びっくりした。おすすめの漫画さ、読んでほしいんだけどさ。あ、欲しい、借りたいね。リナレンタ。お菓子くれたら貸す。宿題入れてる？いっぱいある。うん。全然やってない。ですよね。宿題入れましょうね。ねえ、ずるいな。なんか可愛くしてずるいな。ちゃんとメイクもしたよ、今日。でもなんかさ、ここやばくない？光が。でも、カーテンないからさ。ライト。うん？ライト？あ、いいね、自然ライトで。じゃあちょっとまた普通にかけるね。ねえ、これどういうこと？終わり？バイバイ。いや、私もさ、本当に何したらいいか分かんないんだよね。てか開放日本当やりたいね。ねえ、ね、てかリナに会いたい。ね、会えないまま終わっちゃうのはやだよ ね。じゃあまたね。バイバイ。あ、ごめん、バイバイ。かけます。もしもし、やっほー。どうした？画面をさ、ちょっとさ、ビデオにしてちょうだい。はい。
ほー元気やっほーどうした今ねニコラ TV の収録をしていますだから画面収録をしてますえマジでうん久しぶりよかった出てくれてやったー今どこ今ね車の中にいる、うん、佐賀あそうなんだそうちゃんと決めてるわ今ねマナとナルにかけて2人ともお家でなんかまったりしてたあそういう企画なのかそう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 あのいきなり電話をかけるよっていう企画エピピの、うん、なんか洋服を送ってくれたからそれをちょっと下手で撮るみたいなやつをして、ね、あそうなんだ髪の毛切ったん髪の毛切ったいや多分ね巻いてるからあ強めの巻きなんだそうそうそうなんか珍しい巻いてんのもう撮るところもう少ししたら多分撮るかなって感じそうなんだあ失礼しました、うん、電話かけてしまいました元気そうでよかっためっちゃ元気です休校中何してんのネットフリックス見たりあー一緒勉強がおろすかになった宿題あるある宿題あるそうそうある、ね、あるんだネットフリはねやばいよね私もこの期間に入っちゃったもん入ったんだそう今回、ね、面白いよね面白いですねじゃあちょっとお続きじゃない引き続き頑張ってくださいありがとうございますバイバイありがとうバイバイそれではくるに電話かけますもしもし、お疲れ様です。もしもし、やっほー。お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたんですか？ビデオにできる？はい、できます。あ、いければ、ちょっと待ってください。いいじゃん。やっほー、久しぶり。今ね、これニコラ TV の収録中なんです。あ、ニコラ TV の収録中画面を録画してるんですけれども大丈夫ですか？あ、大丈夫です。やっほー、久しぶり。お久しぶりです。すごいなんかオフって感じで可愛い。がっつりすっぴんですよ。あ、そうなの？メイクしてると思った。可愛い。何してるの？休校中。今は結構スイッチとかで遊んでて。あ、そうなんだ。体がなまらないように運動結構してます。おー、偉い。ストレッチとか？そうです、そうです。走ったりとか？はい。おー、偉いですね。今ね、ナルとかにも電話かけてて、大丈夫、みんな結構すっぴんだった。電話かけるっていう企画なんですか？そうそうそう、いきなりこの電話をかけるよっていう企画です。間違い電話かと思いましたし。あ、そうなの？そうだよね、普段電話しないもんね、全然。ね、しかもビデオだしね。何して過ごしてるんですか、普段。スイッチのあつ森です。ああそうだ、なんかこの前ライブ配信でも言ってて、マナと一緒にやってるって。そう、あつ森面白い？あ、そう、めっちゃ面白いですよ。スイッチあるんだけど。スイッチやってますか？あ、弟がやってる。あ、弟さん。やった方がいい。めちゃめちゃ楽しいです。マジで。可愛いお家のくるみ。なかなかなんか雰囲気が大人になりましたね。あのね、聞いてちょっと自分で髪巻いたの。やっぱり巻いてますよね。そうそうそう。大人になった。雰囲気が変わりました。やった。でも今ね、すっごい光が変で、それのせいかもしれない。やばくない？もう頭消えてるよね、これ。パーみたいな。ね。元気そうでよかった。ありがとうね、いきなり電話に出てくれて。ありがとう。バイバイ、気をつけてね、体に。あ、はい、ありがとう。バイバイ。はい、ということで、4人みんな出てくれました。なんか、普段のみんなの感じを見れてすごく楽しかったです。ということで以上です。バイバーイ。